こんにちは、佐々木です。本日は、メルカリやラクマで外注化は必要ですか、必要ではないですかというテーマについてね、お伝えします。それでは早速始めます。はいはい、外注化が必要か、そうではないですか。はい、私は今現時点で、外注ですね。外注は、していません。なぜかと言いますと、主にですね、私はですね、まあカメラですね。カメラが主力ですので、まあどういうことかというと、単価ですね。単価率が非常にね、高いので、まあ1個当たりですね。なので、外注化は必要としなくてもできてしまうんですよ。はい。で、まあ、これはですね、まあ、今度は私はね、ちょっと外注化っていうか、まあ、他のね、ビジネスね、まあ、いろいろやってまして、うまくいきそうなとこに、まあ、自分のね、時間を置きたいので、まあ、仮にカメラを外注化する、どうしたらいいかというとですね、外注ね、まあ、外注専門の会社ですね。会社に依頼して、まあ、お願いね。形にね。まあ、こういった形ですね。外注か、専門の会社に依頼してお願いするっていう形になるかと思うんですね。はい。で、基本的にですね、メルカリとラクマは、例えばアマゾンから、FBA で送るのは禁止になってますよね。禁止なので、まあ、基本的にですね、外注化って配送外注はちょっと無理ですね、ここは。なので、基本的に外注化をやるとしたら、まあ、自前で、人を雇ってね、まあ、梱包と配送ね、することはできるとは、かと思うんですけど、まあ、アマゾンはダメなので、まあ、できるのはできるんですけど、まあ、配送、やっぱり梱包ですよね。ただしですね、これはもう単価率ですね。が、高くないと、まあ、利益出ないじゃないですか。なので、まあ、いろいろ試してね、やるしかないですよね、これに関してはね。はい。なので、まあ、例えば、まあ、そうですね、まあ、例えば、まあ、50万。以上ね。まあ、稼げるようになったら考えてもいいかと思うんですけど、基本的にですね、私の考えは、まあ、できるところまでね、できるところまで自分で。で、まあ、行ってね、まあ、利益をね、利益をしてね。で、まあその後ね、のがね、ベストかと思うんですね。はい。で、なぜかというと、ビジネスって基本的にお金がかかるので、失敗したらもうあと、お金消えちゃうんで、まあ可能な限り自分でやってね、利益を確保してから、やっぱり外注さんね、まあ、いろいろ試してやるのが一番、まあ、ベストかなと思うんですよね。はい。なので、私はあまり外注っていうのを使ってないですね。はい。まあ、一応自分ができるところまでやって、まあ、その次にお願いするっていう形の方が、まあ、お金も貯まりますしね。はい。まあ、いつお金になかなかわからないのが、一寸先が見えないのがビジネスですので、
まあね、その考えでやった方がいいかとは思います。はい、正直。はい。では、本日はね、最後に見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。